皆さんこんにちは、ペソでございます。麻雀大会ですね、今回からやっていきたいと思うんですけどね。変な顔だったでしょ。ちょっといろいろ探しててね、ろくな顔がなかったんで、とりあえずあれにやっちゃったって感じなんですけどね。とりあえずね、まだ最初の状態なんで、雀荘で稼ぐことにしましょうね。お金がないんですよね。まあ戦国武将3人とやってみましょうか。秀吉さんと差し馬ね。まあ一回やってみましょう。山崎の合戦じゃなって。あ、これは今同時並行しているあれですね、武将風録にかかる曲ですよね。
厳しいな。そろそろかな。ああ、そっち拾ってきたかいな。いや、ダマですね。タンヤを3色ドライ調で。ああ、積もった。マンガンですね。積もタンヤを3色ドライ。強いからね、リーチしたらなかなか強気じゃないと多分ドラ掘ってこないと思うんですよね。ファミコン版ならともかくとして。おお、ダブトンのチャンスだったね。しまったな。いや、なんで関連品にしなかったかというと、パッソが2つ出てるんで、もうチャッソを切ると。あー、手待ちになるな。あんまり好きじゃないんですけどね。竹のね、下芽が出てないのがすごく気に入らないんですよね、これ。もう考えてきてますよね。ここ来てションパイか。ションパイっていうのはね、場に1枚も出てないということですね。あ、やっぱりドン積もってたね。リャンソとチュッソの仮点状態ですね。まあ積もれば3暗号か。うん、いいかも。本当の麻雀でしたね。僕さっきこれ切ってたんですけどね。意外や意外。あー、そっち系か。3色かな思ったんですけどね。123ので、ドラ。これ食いたがりだっけな。そんな感じやね。はい、ポンしちゃいましょう。ヤマがあと1枚あるから、あ、でもチーしてロビンリーで、スチャソですね。はい、積もった。まあドラ3つ抱えたんでね。タンドラさん。トンのラスバですね。ラスバはいいんだけど、揃いがね、こうね、何をさせしようかなっていうビジョンを沸かしてくれてないっていうね。あー、やっぱり統一馬か。あー、難しいなー。
どっちがいいかな。おお、小さくてね。通る牌がないね。特にマンズなんか要注意ですよね。諦めてないな。あ、そういうことね。リャンウはドラ数字でしたね。これは染め系か？染め系なんかになったら前ったいに出なくなるけどね。また大きいよ。3個できるかも。一応ね、テンパイはしてるんですね。カンスッピンなんですけど、こっちはいらんね。おー、ロピンか。サブロッピンね。ようなくねー。はい、難しい。ロビンギ、こっちは大丈夫やな。危険なのはね、あー、こっちか。数値1か竹かな思ってたんですけどね。リーチ、トン、ドライ、チョウ、7700。あー、九州九杯ね。まんまでしたね。ああ、張ったな。ちょっと様子見ようか。積もればラッキー。こっちじゃないんだよね。インペできればね、もう完全にダマでもいけるんですけどね。出したな、トイメン。おお、狙われた。サブロッソ、リーチ、タンヤオイ、ピンフィーペ、マンガンだ。悔しい。今点数は見れなかったっけ。現在点数、これじゃないね。見れないか。点3は冷やった。あるけど。ちょっと待ったですね。これで一応テンパイ、カンサンピン、ドラそばか。ちょっ
寒い手ですよね。シャボ待ちになっちゃうな。おお、積もった。積もたんやをドライ超5200かな。あ、そっか、36000点ね。理想形はね、456の3色目ですね。なのでもうリーチしちゃいましょう。サブロー中腕ですね。マンズローアンが一番高いんかな。3色角と出ちゃったね。リーチタンヤオピンフドライのランか。5800。難しいっすよね。ね、やっぱり竹が引っかかりましたね。南三局ですね。ここは厳しいけどこっちで行かないと、ね、そんな感じですよね。ポンしちゃえ。最悪はトイトイと思ってたんですけど、そうせんでもいけそうですね。おお、積もった。トンのみか。安い。ノーチャンス。そっちかぶるか。おお、よくなくねー。うわあ、続くな。いやー、どうしようかな。いっちゃえ。ちょっとピンズ危ないけどね。よしよし、あとイソコとチーピンだね。おお、来た。ロンロン。チュン一丁か。2000点ね。ひろしさん追い上げてきましたね。ここでね、止めとかないと。早仕掛けだ。切り方間違えるとまずいですよね。
て終わらせたくはない。1枚だけ持った状態ですね。うわー、裸たっきり踏み込みやがった。ダブナントイトイということで満願ですね。叩かれちゃいましたね。まだおかかに叱られると。はい、1戦目はねこんな感じで終了しました。差し馬があったんでね、ちょっとプラス収支になりましたけども、4回戦やんのかな全部で。なのでねちょっと半チャン1回が時間かかりそうなんで、今回ちょっとここまでにさせていただきますね。光栄さんのスーパーマーちゃん第1回目でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた、さよなら。